中西和夫、四代目山口組組長代行、五代目山口組最高顧問。一般的なヤクザのイメージとはかけ離れた雰囲気を放つこの男は、大卒、逮捕歴なし、入れ墨なしという異色の経歴を持ち、最高幹部の一人として長い期間山口組発展に寄与し、功労者として知られている。一見すると大企業の重役のような風貌特徴だが、何よりも筋を重んじるヤクザらしいヤクザだった。中西和夫は1922年大阪府布施市、現在の東大阪市に生まれた。小学校時代の中西は勉強が得意でクラスで人気者だったという。終戦を迎え大学を卒業した中西は、当時大阪南で最大勢力を誇っていた愚連隊南道会の構成員になった。学歴社会が始まる前のこの時代に大学を卒業しているのだから相当な秀才だったはずだ。しかし終戦後は暴力こそが物を言う時代であり、中西も愚連隊として活動していく決意をする。金融業、飲み屋街からのみかじめ、省の斡旋などを資金源として、最盛期は構成員100名を超えるほどの大所帯になっていた。愚連隊の肩にはまっていった中西は、最高幹部として南道会8人衆の一人に数えられた。ヤクザ、愚連隊が群雄割拠していたこの時代に、南道会も数々の抗争を繰り広げた。51年に久田組、54年に江川組と丸玉事件、57年にパチンコ利権をめぐり諏訪一家と抗争し、武闘派として恐れられた。63年、中西が愚連隊として油が乗ってきた41歳の時、南道会は解散した。解散に伴い南道会幹部らは三代目山口組田岡和夫親分と親子の杯を交わし、直系組長に取り立てられた。中西には周りの武闘派の幹部連中のような突破力はない。しかし常に物事を客観的に判断できて、組員からの人望も厚い中西には梶原若頭の下で若頭補佐という要職を用意された。71年、梶原若頭が不慮の事故で死亡した。田岡三代目の提言で若頭の後任を入れ札で決めることになった。入れ札に参加した若頭補佐は山本健一、山本博、菅谷正夫、小田秀臣、小田義和、中西和夫の6人であった。入れ札の結果は山本博4票、山本健一2票で山本博が多数派だったが、田岡親分の強い意向で山本健一を若頭にした。この時誰が山本健一に入れたかという正確な証拠は残っていないが、常に中立の立場だった中西ではないかという論がある。山本健一若頭体制下でも変わらず若頭補佐の要職に就き、組のまとめ役として山口組発展に貢献した。75年に始まった大阪戦争では、当時中西組で幹部をしていた羽根、後の羽根組が松田組組長を攻撃し、解散に追い込むなどの武闘派ぶりを見せつけ、田岡三代目からも大いに評価された。以後山口組栄光時代を陰で支える重鎮として、岸野大門に忠誠を尽くしてきた。81年に田岡三代目、82年に山本健一若頭が相次いで亡くなり、竹中正久と山本博で四代目争いをすることになった。この時中西は己のヤクザとしての信念に従い、竹中正久四代目体制への実現へ尽力した。84年竹中四代目体制が決定すると、山口組は分裂し、史上最悪の山一構想に発展した。この時中西は、山口組はいつでも門を開けて待っていると離脱者に復帰を呼びかけると同時に、一和会への切り崩し工作を続けた。
85年に竹中4代目が一話会のヒットマンに暗殺されると、4代目組長代行に就任し、実質的な山口組のトップとして一話会との山市構想を戦い抜いた。87年山市構想が集結し、5代目就任を中西和夫組長代行と渡辺義則若頭で争ったが、渡辺と直接話し合った結果、方針に道を譲るとして渡辺の5代目就任を認めた。5代目体制下では新しく設けられた最高顧問のポストにつき、まだ若い渡辺5代目の神輿を担ぎ、ベテラン勢でサポートした。40年という長い期間、山口組の中枢で重要な役割を全うした中西は2003年肝不全により死去した。享年80歳であった。